こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。最近、質問でね、この、ディアセラーパートナーというね、なんちゃらかんちゃらって書いてあって、この辺にね、25ドルというような記載があるんでね、なんか、得な話なのかな、あるいは何だろうこれということで質問がいくつか来てます。これを、これ、オーストラリアの、ね、FBA の集荷サービスです。 オーストラリア発送元にした場合のサービスなので、郵便局のサービスを利用して発送している出品者は利用できないサービスです。ただ日本もアメリカもね、これ FBA 開始して、まあ、しばらく経って提供されて、まあ、それから急成長したというようなね、えー、実績がありますんで、まあ、オーストラリアもこれからの成長が期待できるというようなね、お知らせ、ほとんどの会社には関係ないですけど、 まあ一部オーストラリアに住んでる会員さん、これ使いたい場合はね、やり方ナビしますんでご質問ください。まあ何しろ FBA 集荷サービス始まったと。ということは配送の方もかなりね Amazon 専用みたいなね、配送サービスが使えるようになって組み合わせでまあこれ登場したと思うんでね、今までより配送品質も上がってるのかなと。そういえば最近遅い段遅いのにより返品が少ないな、返品の相談が少ないなと思ってたんでね、 ま、だいぶ配送品質改善されているようです。また何か確認したいこと、質問ありましたら、えー、お気軽にご連絡ください。お待ちしてます。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。